頂点に立つのは。開始早々、京都精華の堀内がノールックパス。決めたのは留学生のジェシカ。堀八木コンビとは中高6年間一緒にプレーしてきた。今度は堀内から八木へ、コンビプレーでリードを広げていく。第3クォーター、京都精華のリードは14点。それでも岐阜女子のキャプテン加瀬野、ここから打っていく、まさに加瀬のタイム。会場の空気が変わっていく。運命の第4クォーター、このボールが通る、あえてスリーでいく。ここも加瀬野のスリーでついに1点差。その直後の京都精華、堀内がファールをもらいながらすぐさま取り返す。さらに堀内八木のホットライン、突き放していく。京都精華が大会連覇、そして史上初の3冠を達成した。今のお気持ち聞かせていただいてもよろしいですか？連覇とか3冠とかかかってる中で、こうやって最後接戦だったんですけど勝ち切れたことはすごい嬉しかったです。6年間やってきたこの信頼っていうのがあったんですかね？最後あの場面でパス来るっていうのはずっと分かってたので、いつも通りやればいいかなと思ってました。すごい応援してくださってありがとうございました。ありがとう。一方、岐阜女子の加瀬野、今大会決めた27本のスリーポイントは歴代最多記録となった。やっぱり1年生3年生についてきてくれてありがとう。ありがとう。来年こそは日本一取ってください。頑張れー。